次は四死球か。アイオリアは日本で沙織さんに忠誠を誓っているはず。レディーオン。残念だが、増票ごとき何百集まろうな、話にならないぜ。巨階級を主流に任せ、安心で四死球へと乗り込む聖夜。地球を守るのは、かつて幼いアテナの命を救い反逆者として命を落としたアイオロスの弟、レオのゴールドセインとアイオリアだった。沙織をアテナと認め忠誠を誓っていたはずのアイオリアだが、四死球を通ろうとする聖夜に容赦のない一撃を叩き込む。その表情に聖夜の知るアイオリアの面影はなく、殺気に満ち溢れていた。目覚めよアイオリア。自由を兼ね備えたセイントの鏡のような男、アイオリア。だが今アイオリアから感じるのはセイントの鏡どころか悪鬼。敵を殺すことしか考えていない悪鬼のようだ。死ねセイヤ。待て、聖夜の命は誰にも渡さねえ。このカシオスがもらう。カシオスと言いたいところだが、事情が変わった。聖夜、ここは俺が抑える。お前は早く先に行け。アイオリアは強行の元老魔王剣にやられて洗脳された状態なのだ。元老魔王剣は犠牲者の前で人が一人死なないと解けない
伝説の魔剣だ。なんだって。 OK カシオス、お前ごとき総評に用はない。どかぬ、あんたの目が覚めるまでは。ならば死ね。な、何バカな。うわカシオス、なぜ。だから言っただろう、目の前で人一人死なん限りアイオリアの目は覚めんと。それにお前に死なれると悲しい人がいるんでな。え？その人が悲しむのも俺は見たくないんだ。俺にとってそれは一番辛いことなんでな。別にお前のためにやったんじゃない。カシオス、俺にとっての女神とはその人のことなのだ。邪魔をするな。二人まとめてあの世に送ってやる。アイオリア、カシオスはお前を正気に戻すために命を投げ出したのに、まだ目が覚めないっていうのか。どうもよ、これで最後だ。ライトニングプラズマ、アイオリアも魔剣と戦っている。一撃、アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい。待てなよコスモよ、俺に奇跡を与えてくれ。ただ一瞬でいい。俺のコスモよ、アイオリアの位まで高まってくれ。もう一度俺に光を見せてくれ。行くぞセイヤ。アイオリアの高速拳、今こそ見切るんだ。レディオン。まだ命が残る。
かんぞ。完全に元のアイオリアに戻ったんだな。カシオス、しっかりしろカシオス。今手当てしてやるからな。カシオス。カシオス、今度は星になってシャイナさんを守ってやるんだぞ。大丈夫か、セイヤ。セイヤ、カシオス、お前の命決して無駄にはしないぞ。アイオリア、カシオスを手厚く葬ってやってくれ。時間がないからな。俺たちは次の処女宮へ向かうぜ。待て、セイヤ。一つだけ教えてやる。絶対にシャカの目を開かせるな。シャカの目が開かれた時、その場にいる全てのものは生き返るのだ。聖夜、不死鳥は蘇る。君はコスモを感じたことがあるか。